ゼロ高1期生の辻正隆です。よろしくお願いします。はい。私は将来ベンチャー投資家になりたいと考えています。ベンチャー投資家になりたい。皆さんはベンチャー投資家の日本とアメリカにおける人数を知っていますか？日本はおおよそ850人のベンチャー投資家がいますが、対してアメリカは26万人以上のベンチャー投資家がいます。人数からもわかる通り、日本のベンチャー企業の、ベンチャー投資家の市場規模はとても小さく、アメリカの50分の1ほどです。私がベンチャー投資をしたい理由は、日本のベンチャー企業の数を増やし、日本の技術競争力を上げたいと考えているからです。現在の日本の技術競争力は衰退傾向にあり、半導体などの産業では、すでに他国に負けてしまっている現状を変えるために、ベンチャー投資家になりたいと考えています。しかし自分一人では限界があるので、最終的にベンチャー投資家を増やす活動をしていきたいと考えています。また、ベンチャー投資を行うには、莫大な資金とリスクがかかることが問題です。そこで私はまず、継続的な収入を得ようと考えています。具体的には、収入を増やす、または支出の減少を図り、意図的に貯蓄率を最大化させることで、不労所得を得ようと考えています。そして、経済的独立と早期リタイアを目指すファイアムーブメントを実現することで、前述した莫大な資金とリスクを軽減できると考えています。ファイアムーブメントを実現するために、22歳までに1000万円以上が必要だと考えています。その1000万円を元手として、分散投資を行い、その運用益を権利収入化します。さらにその権利収入を投資によって増大化させます。具体的には、ロボティクスやバイオテクノロジー、医療や IT、暗号資産などに投資をしていきたいと考えています。ベンチャー投資先は、ジェットエンジンや半導体、アニメーションスタジオなどに投資をしていきたいと考えています。堀江さんに質問したいのは、以前堀江さんが100万円で投資をするのはダメだと言っていましたが、堀江さんの考える投資を始める金額はいくらだとお考えですか？以上です。いや、もうなんか、なんとも言い難い。ですね、もうなんか話にならんみたいな感じでなんですけどっていう感じです。なんか宝くじを買って1億円当てたいですっていう話をしてる感じがする。簡単に言うと意味わかります？まあはい、ちょっとめちゃくちゃ可能性の低い話をしてる、めちゃくちゃ筋割るの話をしてるます。まあだから別に極端に言うならば、例えばですけど、8年前にイーサリアムのクラウドセールに参加してたら、1万円が1億5000万円になってるんですよ。例えば。今まで持ち続けてたらね、イーサリアムをクラウドセールで買って、一番最初にイーサリアムなんてほとんど世界の本当何百人とか何千人ぐらいしか知らなかった頃に、イーサリアムって面白いなと思って、1万円俺はポチったんだけど、それが今1億5000万円ぐらいになってるわけ。だから別に1万円でも1億5000万円にはなるんだけど、そもそも、だいたい1万円でクラウドセール出て、それが例えばわかんないけど、100万円になったらさ、売ると思うよ、多分。普通は。で、みんな被って上がったら売るんですよ。上がったら売るから、そんなに儲かんないんですよ。だからベンチャー投資とかって、確かにうまくいく人がいるかっていうと、本当に、安い値段で買って売る機会がないからよね。上場したりとかバイアウトするまでは売る機会がないじゃないですか、基本的には。だから、まあ上がらざるを得ないというか、超早期でシードとかで投資してたら、上場した時はやっぱ1万倍とかなっちゃったりとかするので、それでまあ結果として儲かってんだけど、僕は宝くじみたいだよって話をしたのは1000万円でも100万円でも同じで、宝くじであることは変わらないんですよ。そもそもだってさ、なんで君が投資できるのよ、そこに。だって別にさ、骨も何もないわけでしょ？まあ、そうです。骨もないのにさ、上場株以外さ、上場株だったらさ、証券会社にこう、口座開いたら買えるでしょ？誰でも、金さえあれば。そうです。だけどベンチャー投資って、金さえあってもできないんですよ。
金さえあってもこねないとできないんですよ。もちろんそこに目利きも必要だし、だ君みたいなのに売ってくれるっていうか株を分けてくれる奴らは半分詐欺師だよ多分。だからほぼほぼ失敗する確率が高いと思う。もちろんゼロではないですよ。だからだったらもう本当になんか仮想通貨みたいなもん買った方がマシかもしれない、ね、でも分かんないよね。大体みんなさっきも言ったけど投資ってちょっと儲かったらみんな売るのよ。あ、儲かったっつって100倍になるまで1000倍になるまで1万倍になるまで待てないんですよ。待てないです。俺も待てないもん。だから難しいよね。だから自分で会社立ち上げるのが一番いいって俺はいつも言ってんのは、それがベンチャー投資家になるんだったらベンチャー企業を立ち上げてキャピタルゲインを得た方がそれが一番近道ですよね。アメリカになんでこんなにたくさんのベンチャー投資家がいるかっていう、大半の人たちはそうやって財を得たからです。で、なんでそうやって彼らが財を得てるかっていうと、メインストリーム的な中でそのまあ頭のいい人たちがチャレンジをすること、リスクを取ってチャレンジをすることがあの国においては尊敬されるからなんですよね。日本ってなんか尊敬されないじゃん。まあ、そうですね。あんまり尊敬されないじゃん。その世界の中にいるとそうでもないんだけど、何やってんのあいつみたいな。やっぱなんか、ある意味、田舎の村社会的な部分が、やっぱり色濃く出てるんで、あとやっぱりその社会を動かす人たちの中にユダヤ人みたいな、まあ一種のアウトロー、長い間社会から排斥されてきたような人たちがある程度の力を持ってる資本家として、イスラエルとか行くと7割が起業するらしいんですよ。で、なんでイスラエル人が7割起業するかっていうと、起業せざるを得ない文化があったからですよ。日本人って別に農民として働いてればとりあえず穏やかに一生を終えられるじゃないですか。ほとんどの人たちが90何%の人たちがそうやって生きられるわけだけど、ユダヤ人って出エジプト期以降世界中を放浪して常に社会のメインストリームに入れなかったわけじゃないですか。だから起業するっていう文化があるわけで、それは建国してもやっぱり変わらず、で、そのイスラエルと深い関係にあるアメリカで金融、特に金融ですよね、はユダヤ人がやっぱり結構幅を利かせてるっていうようなところがあって、起業文化がある程度その尊敬される、つまりメインストリームの人たちがやりやすいんですよ。メインストリームっていうか、まあ、頭のいい人たち。で、日本人って頭のいい人たちが起業しないじゃん。まあ、最近少しは変わってきたけど、だこんな素晴らしいテクノロジー持ってんのに、なんで起業しないんですかみたいな。って俺は思うけど、いや、なんか失敗したらどうしようかみたいな。まあ、なので、まあ、僕の結論は、あなたがベンチャー投資家になる前に、ベンチャー起業家になって、財を得ることですよ。だから1000万円なんか、ゴミ。いや、もちろん、1000万円か、たまにいるのよ。運がいい人が。だから、宝くじと一緒なわけ。たまたまイーサリアムを1000万円買って、我慢して3年間持ち続けてましたみたいな人がいるのよ。確かに。いるんだけど、ごくごく少数ですよ、それは。宝くじに当たったのと同じぐらいの確率ですよ。いるよ。1000万円でも100万円でも、まあ、下手したら1万円でも、億万長者になる人はもちろんいます。いますけど、それは宝くじに当たるのと変わらないです。確率的には。なので、もっと確率を上げるためには、自ら動いて、自ら起業家になった方が良くて、起業家になってキャピタルゲインを得ないと、本当の意味でのベンチャー投資家にはなれないし、自分がそうやって環境を作れば、さらにそういう人たちは増えてくる。ただ自分が起業家にならないでベンチャーキャピタリストになるっていうのは、すごい遠回りだと思いますよ。まあもちろん、だからゼロではないんですよ。まあ、例えば金融機関に入ってトレーダーになって、歩合で何億円稼ぐ人とかいるから。ただ、投資ってすごいプレッシャーだから、ベンチャー企業をやるよりもプレッシャーだと思いますよ。僕の知り合いのトレーダーっていうか、そのベンチャーファンド立ち上げた人とか、リーマンショックで、まあ、潰れかけたんだけど、なんとか持ち直して、会社潰れないっていう状況に持ってきた時に心臓病で倒れて、でもこれ以上仕事するとまた心筋梗塞になっちゃうかもしれないっていうんでリタイアして、まあまさにファイヤーなんだけど、別に彼の場合ファイヤーしたくてファイヤーしたわけじゃないんだけど、そういう風になってると。で、もう一つ言っとくと、そういう人はファイヤー一瞬するんだけど、また戻ってきます。飽きて。はい。そこまで言っときます。なので、あなたの場合は
まあ、ベンチャー起業家になるべきだと思う。なるほど。わかりました、うん。だってそうしないとさ、あともう一個わかんないよ。その投資先のマインドが。金だけ貯めて、お金を投資するだけの人だと判断できないこといっぱいありますよ。僕結構思うのは、その起業家のやってる事業に投資するというよりは、多分その人に投資をすることになると思うんで、結局人なんですよ。そのベンチャー企業って絶対何かトラブル起きるんで、その危機を乗り越えられるかどうかって、その人のやっぱり粘り腰にかかってるんで、こいつはそこで粘れるのかな、みたいな。で、そういうのをやっぱ自分が体験した方が確率は上がりますよ。だからもう確率論でしかないから、こんなの。できなくはないけど、宝くじを当てようと思うのと、自らの努力で道を変えられるのどっちがいいって言ったら、僕は自分の努力で道が変えられる方がいいと思う。どうですか？いろんな、まあ、自分もいろいろ調べてみて、例えばまあ投資家の人も5、6人は会ってみたんですよ。実際問題で。で、その人たちに、じゃあ一体いくらなら投資できるんだってことも聞いてみて、まあ100万って言われるんですよ。大体。でも、まあ、自分は本当に堀江さんが言ってた100万はダメだっていう理由が謎でちょっと聞いてみたかったのがあって。で、何、まあ、?100 万でってどういうこと？いや、100万からぐらいなら投資が始められるって。まあ、例えば東証2部からやっていけばいけるよって言われたんですよ。その、ある人に。あるっていうか、まあ、会った人に。言われて、そうなのかなって思って、まあ、その、いろいろ調べて、その堀江さんが言ってる100万はダメだっていう、いや、だから確率の問題だって。そうそうそう。いや、だから、その、可能性はあるってことだよ。俺、可能性がゼロって言ってるわけじゃないよ。ただ、低いよって言ってるわけ。めちゃくちゃ低い。いいんだよ。勝手にやる分にはいいんだよ。いいよ、別に。10万でも1万円でも5000円でもできるよ、別に。金額のボリュームが低くなればなるほど、確率は下がりますよ。だから、できる、できないで言うたら、できる。できるが、そんな確率の低いことを僕は人に勧めたくないっていう話だけです。最終的に、うん、その、まあ、さっき言ったように企業が増やせればいいかなと思って。うん。いや、だとしたら、それは僕はね、僕はこういう性格で、とにかく、成功の確率を上げるにはどうしたらいいかっていうふうに考えるんですよね。成功の確率が高ければ高いほど、短い期間で達成できる可能性が、まあ、要は高まるわけじゃないですか。だってさ、失敗することだってあるわけだからさ、失敗がゼロってことはまずないから、ほぼないから。もちろんラッキー、宝くじを当たるようにラッキーな人もいますよ。一発でバーンと成功して、大成功する人もいるけれども、それは非常に確率が低いんで。だってさ、自分の人生は一回きりじゃん。成功する確率が低いことに投資をしてたら、一生なんかあっという間に終わっちゃうよ。って思って僕は言ってるんです。だから成功する確率が高いことに張った方が良くて、そのために努力でなんとかなるんだったら努力をしたい。と思っている。だからする努力が投資で、んーみたいに、僕はそれはすごく確率超低いと思ってる。いや、いいんですよ。その僕は低いことでやりたいんですと。一生無駄にしてもいいんですって言うんだあれば、別に僕はそこは否定はしない。けれども、そういうアドバイスは僕は人にはできない。だからそこは僕はちょっと、なんで否定をしてるかっていうと、そういう責任が持てないというか、ああいいよ、100万円で、東証2部から、投資できるよって言ってもいいんだよ、別に。すごい無難だよね、そっちの方が。でも無責任だと思うけどね。と僕は思います。そういう考え方です。それはだから、あとはもう自分で判断をされればいいと思います。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい